はい、ムチ TV のムチです。今回はね、前回こちらガラスのね保護フィルム、保護ガラスを貼りました。で、今度はねこちらボディを守るための、ケースを選んでいきたいと思います。こうやって、いっぱいレビュー来てますけど、どうしようかなーってね悩んでんだけど、結果あのね、多分ね、もうね決まっちゃってるんだよね。あのね、このイージーアクシスさんって、私の動画で結構紹介してる、製品のね、レビューいただいて提供いただいてる業者さんなんですけど、フィルム貼ったメーカーさんのこちらで、こちらはねちょっと厚みのある TPU 素材の感じかなのケースで、この2つが革の手帳タイプになってます。で、手帳タイプもいいんだけど、どうしようかなと思って、これが一番薄いんでね、だから今日はこの手帳タイプのと、このこれね、これ何かっつうと、これ一番薄いのよ。こういう感じ、もう分かりやすいでしょ。ペロペロなんだけど、TPU 素材の一番、TPU の柔らかい素材なんだけど、すごい薄いの。だからまあこれかな。iPhone7 Plus のね、この iPhone のデザイン性、あと今回はこの、新色のブラックなんでね、このブラック感をちょっといやらしい感じでアピールしながら、俺ブラックだぜってね、ジェットブラックじゃないんだけど、ブラックだぜっていうアピール感を出しながら使えたらなとか思ったりするのもありつつ、このね手帳タイプがね、保護性はちょっと別としてちょっと気になるところがあって、なんでこれを選んでるかっていうと、これね、ここです。このメーカーさんね、 OK、 このメーカーさんだけど、すごいね薄いのよ。この手帳タイプなんだけど、無駄な感じがね、ほら薄くね、薄いでしょ、めっちゃ薄いでしょ。で、面白くない？普通ここにさ、ハードケースがついてて、結局ハードケースプラスこの革の部分があるんだけど、これちょっと待って、これつけてみるね、どんな感じか。ここにスライドして入れるだけっぽいの、ほらこうやってね。で、こっち側が入ってないってことは、ガラスのさ、保護フィルム貼るときに私ってエッジプレスの機能が使いやすいんだと思うんだ。これほら、こうやってクッてこっち側が開いてるから、で、ここが開いてることのおかげでこういう風にスタンドにもなるし、こうやってね、まあありがちでしょ、ありがちなんだけど、これがこううまくできてんなと思っていいかなと。あとカメラのレンズはね、こういう風にフラッシュがちょっとかぶってるの、もっと入んのかな、よいしょよいしょ。あ、これね、細かいことあげるとちょっとダメかもしんない、よいしょ、ちょっと待ってね、こうじゃん、うん、ここはね磁気で閉まるようになってればいいね、ペッて、ほらペッて閉まるようになってればいいんだけど、細かいこと言うと、多分あんまり、あ、いくか、使わないかもしれないけど、ここがさ、ほら、フラッシュのとこがちょっとかぶっちゃってかな、フラッシュのとこがちょっとかぶっちゃってから、フラッシュを使っての撮影の時とかは、ちょっと逃げが少ないすぎんかな、レンズのとこはね、うまく加工されてるけど、これでもいいな、そんな熱くならない、これ。これいい。これになるかな？これになるかもしれない。で、ボリュームはここ開けた時にやればいいし、ここの電源ボタン、ここになんかマークが入ってて、ここ押せば動かせるみたいだし、あ、これいいかな？ホームボタン。ただ裏返しの、あ、これでできるのか。これ馴染んでいくのかな？こうやって裏返し。ごめんね。今、映ってなかった。ごめんね。ほんとドキュメント。好きに喋って、好きに撮って、好きにあげますみたいな。あ、これでもいいかな。これだとエッジプレスできんの？これいいね。エッジプレスできる。で、保護感は強いよな。ただな、これ慣れないとな。これだとでも画面も持ってくれんかな。ポッケに入れてもね。これいいな。これか、悩んでんのはこれか、このね、これか、これか、このね、イージーアクセス。Easy Access ACC か、 Easy ACC さんのこの PU タイプのやつで、これは入れやすいよな、力
はいはいはい。はいはいはい。これは？あ、そっか。これか。こういう感じ。ちょっとツヤ感が出て、あれだね。ブラックが、ブラックの色合いを守りつつ、ケースに入って、で、ボタン類はね、こういう感じで、TPU で囲まれてて、使いやすいし、ここも、全然ね、使える。底面もね、底面も、おいよ、こういう感じで、ちゃんと開口されてるんでいいな。どれにしようかな。どっちかな。なんかね、これね、エッジプレスさ、やろうとするでしょ。そうするとさ、これ、すごいいいんだけど、柔らかすぎて、わかる？くにゅ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 しちゃう。まあ、iPhone7 プラスだからさ、ちょっとここのストロークが長いから、あんま焼くとこう、わかる？こう、ね、ほら。で、あんまペトペトとかはしないんだけど、こうなっちゃうんだよね。こうなっちゃうんだよな。シンプルにいいのかな。でもそう考えると、この手帳タイプいいかもね。ただ写真撮るときとか、例のスタビライザーとかつけるとき、ここから外したりつけたり、あれかな。難しいな。これはめといて。馴染んでくるかな。で、ペタペタって一応つくし、エッジプレスもやりやすいけど、あとね、こっちね、ここに今回はもうスイカがほら対応してるからいらないと思うんだけど、ここにカードとかね、ちょっとしたお金、お札とか入れとけるかもね。どっちがいいんだろうな。これ俺どの耳、ちゃんとここの耳の開口綺麗にね、位置が合ってる、ぴったり合ってるわ。こっちかな。で、悩んでる動画になってるね。うん。で、どうしようかな。こっちかこっちかなと思ったけど、とりあえずこっちにしてみましょうかね。これね、色合いも好きだし、この薄いのいいな。これね、こっちの商品とこっちの商品、他の商品も、下の概要に Amazon のリンク貼っておきますんで、気になる方はね、箱も開けずにってなってるけど、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい。イージーアクセスさんのこのね、クリアの一番、実はもうこれで、絶対これでいこうと思ってたんだけど、ちょっとね、柔らかすぎるかも。で、さっきの私が一番活用するエッジプレスっていうのをやると、ペローンってここの TPU がさ、めくれちゃう？感じがあるなぁ。これが一番良かったけどな。でもこのほら、大きさも一緒だもん。だからそんだけこの、よく手帳タイプって厚くなっちゃうじゃないですか。でも厚くなっちゃっても、手帳タイプがいいっていう人にほら、手帳タイプってこの使ってんとも、こう手帳タイプがいいってなっちゃうじゃない。なんだけどね、厚さだけはどうしても我慢しなきゃいけないなっていう妥協点があるんだけど、これ厚くならないもんな。もちろんね、この、革のね、表と裏の部分があるから、くなっちゃうけど、子供にちょっと動画見してやろうって時もスタンドになるし、で、なんかの時はこれペッてって外せばすぐにあれね、スタビライザーにかましたり、自撮り棒にかましたり、これそうか、待ってよ、こうじゃん、はめて、そうか、裏返しに折っちゃえばはめれるか、はめれるな、あ、はめれるけどカメラが隠れちゃう、ダメだ、写真撮る時どうかな。写真撮る時こうなるのか、まあ、こうやればこう撮れるのか、そう、これ、ね、ケースの話とはちょっと違うんだけど、これあれよね、 iPhone ってとかタブレットもそうなんですけど、横に向ける時ってどっちにします？僕ってこうやってやってて、ホームボタン、ホームボタンだったり何ボタンってね、スマートフォンによっちゃ呼び方違うけど、 iPhone だとここのホームボタンじゃないですか、これが右に来るように普段こうやって撮ったりするんだけど、こうするのがなんか自然だと思ってたら、皆さん逆なのね。左側にホームボタンが来るように持って、
アップルの iPhone に限ってはボリュームのボタンがのシャッターに変わるじゃないですか。だからこういう風にシャッターが右の人差し指に来るように持つスタイルが普通っぽいね。俺も知らなかったんだけど、俺逆に持ってたね。なんでかっつうと、カメのレンズが上に来るじゃない、このここじゃなくて上に来るじゃない、逆だと下側だから、こう持った時にほら、この中指とか完全に手でかぶっちゃうわけですよ。でこういう風に持つ感じになっちゃうから持ちづらいなと思って、こういう風に持っててね、右側にホームボタンをくるように。この辺もね、もしあのね、僕はこっちだよってしたらコメントください。あとなんか細かい実はあの理由があるようでしたら教えてくれると嬉しいな。はい、あとあの今回ステレオになってね、この耳に当てるところからと、今まであのこのスピーカーからステレオにね、横にした時にだけステレオになるらしいんだけど、もちろんね、アップルの製品ではよくできてると思います。こっちにしたらこっちが右、こっちが左、反対にしたらこっちが右、こっちが左っていう風に音が出ると思うんだけど、その辺もね、テストしてみると面白いかな。この後ね、これでケースがついたんで、iCloud から、バックアップしてね、iPhone6 がデータ、も戻して、いつも使える状態にしたら、次ね、そういうところの検証とか、もちろん、一番期待のカメラ。で、今月ね、ちょっと遅れてるのかな?そろそろだと思うんだけど、ボケ味を強調できる、このね、デュアルレンズを活用した iPhone 7 Plus だけの機能のね、写真とか、そういうところが、どういう風にできるのか、ポートレートモードかなっていうのかな、その辺も、紹介できたらいけたらなと思っております。はい、ということで今日はね、このね、保護フィルムじゃなくて保護ケースか、どっちにするか悩みながら、いろいろペラペラ喋りながら、結局こっちになりそうだよっていう動画でした。で、こっちにあるね、商品、は Amazon のリンク下のね、概要に貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。でそちらの方でね、私のコメントで、Amazon のレビューしておりますんで、ご参考になってみてください。はい、以上、ムチ TV でも無事にした。チャンネル登録もお願いいたします。動画良かったなと思ったらグッド、良くなかったらバッドで大丈夫です。あとチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。あとね、もしね、良かったらAmazon のリンク概要に貼っておきますから、どしどし、そちらから購入いただければなと思います。あとムッチさんにね、プレゼントするっていうところのボタンもありますんで、 Amazon のお気に入りのね、商品から、私にね、送ってもらっても構いません。はい、着払いで送らないでくださいよ。着払いでね、プレゼントするで送ってください。はい、そんなとこですかね。以上、ムッチ TV のムッチでした。ではまた。